静岡県大阪事務所の横井です。山梨県大阪事務所の長谷部です。今回は山梨県と静岡県のコラボ動画初の試みとしてお届けしていきます。さて長谷部さん、静岡、山梨、両県の観光地といえばズバリ富士山ですよね。おっしゃる通り富士山です。この時期は多くの方から富士登山や周辺の観光地などお問い合わせをよくいただきます。ちょうど今夏山シーズンですからね。そうですよね。ということで今回はどっちの県側から撮影した富士山かというのを当ててみるクイズをしてみたいと思います。突然のクイズ企画ですね。いやこれは負けられませんね。そうですね。それでは行ってみましょう。絶対に負けられない戦いがそこにある。長谷部さんと横井さんには富士山の写真を計5枚見てもらい、その写真がどちらの県側から撮影されたものかを当てていただきます。本日は各写真の撮影地や周辺を解説いただくため、こちらの方々にお越しいただきました。どうも、富士山マスター静岡県大阪事務所長の羽村です。千円札の裏側にある富士山は山梨側、山梨県大阪事務所次長の小泉です。なんだか暑いですね。気を取り直して始めましょう。第1問目はこちらです。簡単ですね。もうお茶畑写っちゃってますもんね。作品ですよ。では正解だと思う県の札を上げてください。正解は静岡県です。お茶といえば静岡県、静岡側の富士山で間違いないと確信しました。こちらは富士市大淵の大淵笹場ですね。電線が入らない茶園越しの富士山が見られる絶景ポイントとなっております。続いての写真はこちらです。これ合成ですよね。だって京都の五重塔があるじゃないですか。いやいや、これ有名なスポットなんですよ。県名をどうぞ。正解は山梨県です。これは荒倉山浅間公園という有名な撮影スポットなんですよ。富士吉田市に位置する荒倉山中腹にあり、富士山を一望できるスポットです。春には約650本の桜が咲く様子もまた大変美しくて有名になっています。次はこちらです。これ自信ないですね。正解だと思う県名をどうぞ。正解は静岡県です。正面のポコッと出ているところは宝永山だと思います。その通りですね。江戸時代の宝永年間に富士山が噴火した時にできたのが写真の中央にあるこの宝永火口と、そして宝永山です。ちなみにこの写真は伊豆半島の大室山山頂から撮影いたしました。続いての写真はこちらです。これは何の畑でしょう。長谷部さん分かります？もちろん、今が旬の甘くてジューシーな特産品ですから。県名をどうぞ。お二人とも正解です。これは桃の畑なんですね。こちらの写真は八ヶ岳南麓の桃畑から望む富士山です。山梨県は桃の生産量日本一。次はこちらです。景色ありましたっけ？すっごい富士山小さく見えますね。では正解だと思う県名をどうぞ。最後の問題、お二人の回答が分かれました。正解は長野県です。これどっちの県でもない、そんなのあり。すっごい遠くに見えますからね、富士山。カンペがあるようです。こちらは長野県の駒ヶ根市駒ヶ岳から見た富士山です。雲海の上にある富士山が幻想的な写真とのことでした。ということでクイズの結果ですけれども、両県とも4問正解、引き分けになりました。今回は勝ち負けというよりも、各県から見る富士山の美しさとか観光情報を改めて知ることができたかなと思います。
ご覧いただいている皆さんにもそれが少しでも伝わったらいいなと思います。なお富士山やその周辺の観光地を訪れる際には両県の新型コロナに関する情報のほかお住まいの自治体からの要請等を事前にご確認ください。それでは皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もどうぞご期待ください。